木崎駅は、群馬県大田市新田木崎町にある、東武鉄道伊勢崎線の駅である。駅番号は、t i 2 0なお、ここでは当駅より分岐していた、徳川河岸線についても記述する。当初は、現在地より約400メートルから約500メートルほど、北側の日光霊平市街道の宿場町木崎宿の、あった木崎町内の松林に開設される、予定であったが、 小島町の強い要望を受けて、当時の木崎町と小島町の境界線付近に設置された、改札口相対式ホーム2面2線を有する地上駅である、有人駅。木造駅舎は開業時に建設されたもので、伊勢崎方面ホーム側にある各ホーム間は、校内踏切で連絡している。2006年3月に校内踏切が設置されるまでは、列車接近時に、 駅員2名が通行整理を行っていた。各ホーム間の通路とホームとの間には階段のほかスロープも設置されている。トイレは伊勢崎方面ホーム側に設置されており、かつては組取式であったが、2012年頃に男女別の推薦式の新しいトイレとなった。かつては上下線の間に抽選があったが、現在は撤去されている。 2020年度の1日平均乗降人員は1863人である。近年の1日平均乗降人員の推移は下記の通り。徳川河岸線はかつて群馬県新田郡木崎町及び道郡大島町にあった東武鉄道の貨物線である。利根川で採取された砂利運搬用に付設された貨物専用の路線であった。木崎駅。 徳川河岸駅平塚菓子駅なお、徳川菓子平塚河岸間は、平塚側線とも呼ばれていたことから、平塚菓子駅は徳川河岸駅の構内側線であった可能性あり。ありがとうございます。